どうするんですか、このメダカ本当に行くの。ちっちゃい範囲です。とりあえずカメラ回してる。あなた傘持ちます？カメラ見るから、ね、うわ、行け。でもいいところだな。さあ、じいちゃんさん、雨です。雨です。この雨崩れじゃない。傘差さなくて平気。これ俺が悪者にされんかな。俺だけ傘差しとる。お、自分だけ傘持ってきて。俺の傘持ってこないって言うのさ、なんかいやらしくない。雷鳴っとるし。ここがタムラです。どうもタムラ神社でございます。ってはい、田村神社でございます。真似見つけたんだけど、ダメやった。では、行ってみましょう。なんか、肩ねえし、もう服ベタベタだし。はい、だから、でも俺3分の2は俺やって。ちっちゃい傘持ってくんだよ。スターウォーズの傘ですぞ。スターウォーズもっとでけえぞ。すごい、すごい、すごい神社だな。広いな、実際な。ここが本殿なのかな。本殿、本殿、本殿、本殿。ね、ちょっと雨止んだでしょ。だいぶ弱まりましたね、さっきよりは。大きいの、これ。おみくじ買って。車両停車位置。おみくじ売ってんの。おみくじ売ってる時点でもう、神式のお店だよ。神式神社ある。エマじゃ、エマ。エマある。これさ、夜来れるか。そう、すげえ立派でなんかいいとこなんだけど、夜入れるかこれ。ぼんぼりも綺麗です。令和の三角みくじじゃ、カードじゃ。どれが三角おみくじ。300円もするのか。どれ。あの上のその箱、これ。あ、これ三角状みくじ。やります？天然石入りだよ。それでブレスレット作って。やだね。はい、カメラ持って。買ってみ。これどういうこと？何が出るかわからないんだ。お金入れるとかないんだよな。まあ、読んじゃえ、読んじゃえ。
まずあなたからどうぞ。引きました引きました引きました終わりました。迷いないな。じゃあ引きました。はい。です。ありがとうございます。ありがとうございます。開ける？紫やね。はい中身。これは多分。見せて。アベチューリングやな。アブチョリー。アブチョリー。中見ていいんだろう。ストレスを上げる力がありますね。健康を。金が欲しかった。俺が300円そのまま後に来いって渡せと。後でやろう。あなた何色？まだ見てない。はい、だと思って。うん、だよね、くじ入ってるよね。あなた引いてないけど。引いてない。色何？ね、アメジスト？これだ。立体的なバランス。バランスはないな。こっちのカメラこっち向けてくれんかな。僕はこのアベルチュリでムイ君がアメジスト。俺たちには金はありません。バレたバレた。金運ねえし、紙なんて書いてあるの。こういうのって言っていいんだっけ。知らねえ。ありがたみような人やな。そもそもおみくじを信用してないから。改めて今の状況を見直すぐらいには使っていいのでは。それ石の名前やろ、多分。そうですね、石の説明ですね、こっちは。おみくじ武器っちょ。緊張しようやろ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。テレレレッテレーン。大吉命運。そう。本当だ。やったぜ。あ、ムカつく。なんて書いてある。志あるものはことついになる、うん、志があれば物事をなせるっていうことですな。志ってさ、何でもあるや。いい加減の言い方だよね。アバウトな言い方だよね。人生に目標を持つことが大切って言ってるんじゃないの、要はこれは。そんななんか 大なり小なりで。心の中で思い決めた目標は持ち続けることが寛容である、大事である。志高く今の取り組みを続けていれば必ず運が開ける。ここを守っておれば、やがて仕事仲間にも恵まれ、運気は上昇する。恋愛は思い迷ってはならぬ。積極的に進めて吉。学業は思いのごとくなる。運気に乗って金運も到来する。やったぜ。いいことしか書いてねえや。はぁはぁ。神の場合はそんな、ため息をつきますかね。不敬である。でででででてーん。今日はさ、駅地に俺縁がある。駅地矢沢駅地です。駅地。こっちに見せてよ、こっちに。駅地か。はい、読んで。え、吉と今日は巡ってくるものではある。苦があれば楽あり、楽あれば苦あり。氷河期を超えればすぐに開運の 時となる。仕事は粘り強く意志を貫いて
周囲への配慮を心がければ。何これ字がごめん。あ、吉凶だ。吉凶が現れる。利益の恵み追求ではなく、人間関係は重視してことを進めれば大きな金運が舞い込む。学業は結果を求めず。え、本当にそう書いてある、ね、書いてある。見せて。やだ。志を持つ。人間関係大事って言われたけど。え？人間関係大事っていう。もう人間関係なんか持ちたくないのにな。かっちゃんの今の仕事場の内情を教えてあげたいって。なあ。いいおみくじだよ。300円リークって書いてあったよ。でもね、300円ってこの吉と区が巡り合ってやでな。うん。観覧進行乗り越えてたらなんか大丈夫かって思う。辛いことあったらあといいことあるよみたいな、そういうあれでしょ。もうずっと何十年辛いことばっかしかないんやけどな。そんなことで、田村神社に来てみました。はい、田村神社。そのさて、遊びはここまでだ。遊びはここまでだ。本業だよ、本業。まあ、ここの本堂だから多分それなのかな。うん、でもすげえ、思ったよりすげえいいお寺だよ、神社だよね。お寺そう、本当にいいとこなんだよね。なんか、うん、なんていうか、正直想像してた中ではなんか人のいない、こじんまりしたとこだと思ってた。下調べのしなさいよ。で、ここがその寺島進だったっけ、有名人。おお、あのヤクザとか かっこいい人の、うん、あの人がここに、うん、あれ、あの人の体験談がまんま書いてあるんですよ、記事には。で、ここになんていうの、その野宿っていうか、そういうなんかちょっとなんかあれ、雨も降ってて泊まりに来ようみたいな思ってて、うん、で疲れてちょっとなんか仮眠取ろうみたいなことになった時に、うん、で転んでいたら、うん、ふと目を開けたら、その女の人と小さい子供の霊が見える。で、いや、これはそんなはずない、そんなはずない、これはなんていうの、霊だ、あの幻だって思って、目閉じて、要は、見ないふりしてたんですけど、その女の人の方が、背中に何か触れてきたと。そんな体験談があると。要は、なんか、人に接触してくるタイプの、霊がいるっていう体験談があるんですが、そんな方いらっしゃいます？子供を連れた女の人。立派なお馬さん。あの人ですね。あんま。止まったのここじゃないんじゃない？あっち？向こう雨強くなってきやがった。よかった、うん、いやー、すげえ雨止まったの。テレスマス進むが止まったのここじゃないと思う。そんな気配感じない、うん、生きた人間のなんていうの、そんないつの記事かもわからないのにわかるもの。雨が強い。思ったより本当でけえな。思ったより立派で、なんかそんな心霊現象起こるような神社には見えないんだけど、そしてこれ夜入れるかって思う。そこらは何なんだろう。雨広すぎでしょ。どうもそんなに雨。ごめんなさい、雨で何も聞こえない。
下調べではちょうどいいんじゃないの。これ多分門閉まらんだろう。閉まらないんかな、入れるんかな。多分入れるやろ。いいやん、夜来えば。夜来えばの話。乗り越えてでも行ける。開拓店、苦難を乗り越えてでも行ける。悪いことあればいいことあり。そう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 、だからいいことあるよ。雨が降ったこの中で撮影をすれば、その後お土産が何倍も嬉しいものに。なんかの映像が映ってみてたか。はいどうも。はいどうも。じいちゃん、雨探索は終わりました。雨探索で改めてちょっと記事を読み直してみよう。その、はい、俳優の寺島進の体験談、はい、彼が若かった頃にバイクを使って各地を旅をしていた、四国をバイクで巡るために東京からひたすらバイクを走らせていた。お途中滋賀県で田村神社、今撮った場所、うん、という神社を見つけ、そこで軒下を借りて仮眠を取ることになった。お疲れていたのだが、なかなか眠れず、ふと気になって振り返ったところ、母親らしき女性と手をつないだ子供の霊が立っていた。怖いな。やばい、これは夢だ、夢に違いない、と思い込んで無理に寝ようとしたが、なかなか寝つけない。そのうち、背後から女が近づいてきて、寺島の背中にそっと手が触れたという。うん、どれぐらい時間が経っただろうか、もう一度女のいた方向を見てみるところ、すでに親子の霊は姿を消していたと。お要は人に接触するタイプの、それか、そういう音を旦那に憧れ、あの何か未練があるとかな。ああ、うん、人に触ってきたっていうよりは、その お母さん子供っているから旦那さん役を似てたんじゃないかな。なんとなく。ああ、だったら他にもそういう体験なんて出てきてもおかしくないじゃん。うん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 、多分似てたんじゃねえかな。寺島進さんってどんな方。かっこいいよ。もうヤクザやらしたらかっこいいし、警察でも警察役でもやってたし。おお。かっこいいやろ。俺意外と好きなんやて。うん、何。いや、なんかあのさっき V シネ系の映画に出てる人って言ったから、うん、龍が如く出てないかなって思ったら、すでにプレイしたゲームに出てましたわ。出とる。すでにプレイしたゲームに出てましたわ。何も覚えてねえや。くじ引いて終わりましたけど、ここ夜撮影はありそうですか。一回来ようかなと思っとる。そのために一回下見は来た。下見来た以上は、うん、夜は行かなくちゃいけない。あの、ここにもっと何か語る、なんか単純にどんな幽霊いたとかそういうの語ってくれないと動画にとてもしづらいのですが。すいません、僕今何も感じずに来ました。雨がうぜーとか言って帰ってきとった。でもこの辺っつっても分からんけど、これ赤い橋があるんですよ、ここ。うん、あの駐車場のすぐ目の前に赤い橋が。そうそうそう、この辺良さそうだなと思ったんだけどな。もうピンポイント、大体ポイントは決めたで、あとは夜ちょっと入れれば入っていきます。入れれば、そうだね、なんか結構いい神社だからね。うん。